8円ラジオ、今回も株式会社8円動画戦略コンサルタント坂田誠が大切なことをゆるゆるとお話しいたしますので、皆様のお耳だけお貸しくださいませ。というか、かなりご無沙汰しておりました。ちょっとですね、喉風邪ひいてしまいましてですね、で喉風邪ひいて、まあ、それ治るのにちょっと1週間ちょっとかかってですね、ちょっとその後またバタバタとしておりましてですね、動画の方ちょっと、ご無沙汰してたというような感じですけども、皆さんお元気でございますでしょうか。さて、ね、今回何話そうかなと思うんですけども、あの iPhone6S ですね、まあ、6S のですね、まあ、プラスも出ますけど、16GB は動画をやろうと思う人絶対ね、買っちゃダメっていうお話をしたいと思います。でですね、今回の iPhone6 の S はですね、9月25日発売ということで、容量がね 16GB、64GB、128GB ってね、これ、S も S プラスも、あるんですね。でですね、もともとこれね、iPhone6 とか iPhone 5S の頃からですね、動画やる人はですね、16GB でやってる人結構ね、みんな言うのは、すぐね、容量埋まっちゃう。でね、映さなきゃいけないから大変、だからなかなか動画できないっていう声がね、あったんです。で、今回の iPhone6S とプラスはですね、カメラがね、良くなりました。ってことはですね、動画のサイズがさらに重くなったわけですよ。ですので、今までの iPhone 5S とか5とかね、6とかよりもですね、さらに速いペースであっという間に、容量が、ね、いっぱいになるっていうことが起きてしまいます。で、まあ、どういうことかっていうと、今の 6S プラスかなはですね、3分ぐらいの動画でですね、容量1ギガ取るんですね。で、それで書き出しとか考えるとですね、まあ、iMovie と、まあ、あとファイルでですね、2ギガぐらいいるんですよ。もうそれだけでもう終わってる。16の8終わってるという感じになっちゃうわけですね。なのでね、まあ、16ギガはね、動画とかやろうと思うんですよね、絶対買ってはいけないんです。まあ、買ってもいいですけど、かなりね、ファイルの入れ替えとかね、が大変だということは、覚悟して買ってくださいと。で、まあ、これ、なんで言うかっていう点なんですけど、あのね、iPhone って出たばっかだと、64GB とか 128GB とかですね、店頭にないことが結構あったりするわけです。で、そうすると、お店さんがですね、今、64GB、128GB は在庫ないんですけど、16GB は今、店頭に在庫あってすぐお持ち帰りになれますから、16GB でどうですかみたいなね。そういう進め方される、まあ、ショップも結構あります。で、そこでね、まあ、1回16でってやると、後悔することになりますので、動画やる方はね、在庫なければね、在庫来るの待つか。してでも、まあ、iPhone6S 購入されであれば、まあ、された方がいいかなと思います。もう一つ、まあ、せっかくなので。で、iPhone6S ですね。今回ですね、まあ多分2年縛りとかになると思うんですけど、2年だとですね、やっぱりね、ランニングコストが、本体価格と、あとは通信費等々で、大体ですね、2年で20万ぐらい、1年10万ぐらいするんですね。っていう形で。まあどうせスマートフォン使うんで、それでいいもいいよっていう方はそれでいいんですけど、まあ、ちょっと高いなって思われる方はですね、いくつか代案がありまして、一つはですね、iPod Touch の6ですね。今 iPod Touch の一番新しいやつが6なんですけど、これがですね、まあ、だいたい、iPhone の 5S 相当ぐらいの、カメラの、性能はあるので、これ買い切りだとね、まあ、だいたい、まあ、4、5まで買えるはずです。32とか64とか。iPod Touch の6か。現行機種を買うと、かなりランニングコストは抑えられます。もしくはですね、まあ、ここ最近に言うと、iPad Pro 出ますけど、あれはまた10万以上して高すぎるので、iPad Mini の4がね、今度出て、それもね、800万ぐらいして、だいたいまあ、iPhone 5S 上ぐらいのね、クオリティのカメラがついてたりするので、ですので、まあ、ランニングコストをね、ちょっと抑えてたいけど、動画ちゃんとやりたいという方は、まあ、iPad Mini 4とか、
iPod Touch の6とかのね、64GB とか 128GB とかその辺買って買い切りでね、でまあ動画作ってあげるときだけ、まあ、Wi-Fi か何かにつないでアップするという形で運用されるといいかなと思いますので、ということで、今回ね iPhone6S の 16GB は、動画でやる方は、買ってはいけませんよってお話でした、ということで、こんな感じでどんどんお話してます、ラジオの方はまたいろんな話もしてますので、バックナンバー聞かれてないことない方はですね、ぜひ本部の方からバックナンバー聞いてね、経営的な観点から動画の話とかいろいろありますので、ぜひ、そちらの方ご視聴くださいませ。あと最近ねインスタグラム結構ねいろいろやって、お話もしてます。それはまた YouTube にありますので、そちらの方もねぜひ YouTube の動画で、インスタグラム講座、インスタグラムビジネス活用講座かみたいな感じでやってますので、そちらの方もお聞きくださいませ。ということで、84ラジオ今回も、動画戦略コンサルタント坂田誠はお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。